ティモトルキ、ティモトルキ、より、フィンランド語に近い表記では、ティモトルキ、チモトルッキー1966年3月3日イ、は、フィンランド出身のヘビメタルギタリスト、同国のパワーメタルバンド、ストラトバリウスで活動してきたが、2008年に離脱。同年、新プロジェクトのレボリューションルネッサンスを結成。しかし、そのレボリューションルネッサンスも2010年をもって、 解散した。同年からシンフォーニアを結成し活動するも、翌年には解散。2013年に新プロジェクトアバロンを指導させている。ヘルシンキの隣接市であるヌルミアルビ出身。サンダーロードブロックとアンチドテというバンドで活動していたが、1984年にストラトバリウスに加入。しばらくの間はリードギター、リズムギター、 メインボーカルを担当。ベースもやり、カイヌ来年が加入するまでトルキが担当していた。1994年にメインボーカルとしてティモコティペルトが加入にしたため、ギター及びソングライターに専念。同年、ソロアルバム、クラシカルベディシャンズティームズを発表。このアルバムは、ストラトバリウスの音楽とは違い、ネオクラシカルメタルアルバムであった。2002年に2作目のソロアルバム、 キムツーライフを発表。2004年、スペインのグラナダで、イエンスヨーハンソンと共に歩いていた際に、暴漢に襲われ、左肩をカッターナイフで2箇所切りつけられ、顔に打撲症を負っている。負傷したトルキの証拠写真は、イエンスにより撮影された。2003年から続いていた、ストラトバリウスのメンバー離脱問題の後に、神経衰弱し、後に、双極性障害と診断。 2004年には一時期精神病院に入院し、後に、リハビリの後復帰をする。同年、トルキ専用のスタジオ、ゴールデンワークス、ミキシングスイートをオープン。後にロックオペラ、サーナ、ウォリアオブライトを制作。パート1を2008年3月14日にリリース。同年4月、ストラトバリウスの解散ツアーを始めるというトルキの意見に、ティモコティペルとヨルグ・マイケルが猛反対。 サンクチュアリレコードとの契約に関する金銭問題や、バンド内部での人間関係の悪化、解散ツアーメンバーに独断で、当時のベーシストである、ラウリ・ポラーでなく、前ベーシストの槍に声をかけたことなどが、原因とされている。ほぼレコーディングが終わっていた、ニューアルバムは白紙化され、ストラトバリウス解散宣言とトルキの新しいバンドで、ある、レボリューションルネッサンスの活動開始を発表。 白紙化された楽曲は、レボリューションルネッサンスで、丸ごと使用された。5月、ストラトバリウスのバンド名義を及び、過去作品、新作における、利益配分を拒否する公式書類にサインをした。残りのストラトバリウスメンバーは、バンドの存続を公式発表し、新ギタリスト、マティアス・クピアイネンが加わり、ニューアルバムの制作に入ったため、 事実上トルキがバンドを脱退した形となったが、新体制でのストラトバリウス活動開始には、不快感を露にしており、アルバム、ポラリスに関しては、レボリューションルネッサンスの公式、ラムで酷評した。その一方で、無名バンドがストラトバリウスのカバーをライブで行う際、何度かゲストギタリストとして出演している。なお、バンド離脱後も、 ストラトバリウス公式サイトのフォーラムに残留メンバーやファンの書き込みへの嫌がらせや中傷などの嵐行為を頻繁に続けていたため現在フォーラムを管理しているイエンスから6月にアクセス禁止処分にされている。2009年4月トゥオモラシーラアンティー後年ヤリと共にプロジェクトストラトとしてドリームスペースを再録することを発表した。2010年 レボリューションルネッサンスは解散したが、元アングラ、シャーマンのアンドレ・マトス、元ストラトバリウスのヤリ・カイヌ・来年、元ソナタ・アークティカのミッコ・ハルキン、元ハロウィン、ガンマ・レイのウリカッシュラと共にバンド、シンフォーニアを結成すると発表。2011年春にファーストアルバムをリリースした。しかし同年冬、精神的不調などの原因から、音楽活動を無期限休止することを、 自身のフェイスブック上で発表した。2013年1月、ヘルシンキにスタジオ、ストディオタールキーを新設。5月には、新プロジェクト、アバロンによる、デビューアルバム、ザ・ランド・オブ・ニュー・ホープをリリース。ゲストにユニソニックのマイケル・キスク、ウィズ・イン・テンプテーションのシャロンデン、アデル、アマランスのエリーセ、シンフォニー X のラッセル・アレン、インペリ・テリのロブロック。 ソナタ・アクティカのトニーカッコ、ストラトバリウスのイエンス、ヨハンソン、元ドリームシアターのデレック・シェリニアン、ラプソディ・オブ・ファイアのアレックス・ホルツバルト等が参加している。ストラテベリアス・レボリュージョン・ルネサンス、シンフォーニア・アバロン。ソロ名にゲスト参加、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。